はいどうも、じゃあ、笹谷です。今日もね、ニュースをつっついていきましょう。今日ね、紹介するニュースは、ソウルの聯合ニュースからですね。見出しのタイトルが、強制徴用問題、韓国国会議長の法案が成立、慰謝料支給時は裁判請求権放棄ということですね。はい、じゃあ本文を早速読んでいきましょう。韓国のムン・ヒサン国会議長が強制徴用被害者への賠償問題の解決策として表明した、いわゆる1プラス1プラスアルファの法案成案を経て、共同発議の手続きに入ったことが16日分かった。はい、ちょっとここでね、1プラス1プラスアルファっていうね、この言葉の意味をね、説明させていただきますと、当時ね、労働を強制させていた韓国の企業、それから日本の企業、これがですね、1プラス1ですよね。それにさらにね、韓国政府が加わって、この韓国政府がアルファの部分なんですけども、それで、韓国の企業、日本の企業、そして韓国政府、これらが一緒くたになって、まあ、慰謝料を、捻出して、強制労働した家族にね、お見舞い金を渡すと。こういうアイデアなんですね。で、続きを見ますが、政界関係者によると、ムン・ヒさんは各国会議員に、両国の企業と、国民が自発的に募った寄付金で記憶和解未来財団を設立する制定案に対して共同発議の要請を行っていると。つまりこれは財団からお金を受け取る場合のね、話ですよ。大法院、韓国の裁判所、大法院判決による日本企業の資産差し押さえ請求権、または裁判請求権を放棄したものとみなすと規定した。ただ被害者が慰謝料を受け取る際、お金を受け取る際、損害賠償請求などが裁判所で進められている場合、これはつまり現在進行形ですね、裁判を争っている最中の場合、財団は訴訟の取り下げを条件に慰謝料を支給できるようにしたと。だから金渡す代わりにその裁判やめろと、これが条件だと言ってるわけですね。また財団が強制徴用被害者に慰謝料を支給すれば第三者任意返済とみなすとした。このね、第三者任意返済というのはここに書いてあるんですけども、被害者の承諾を得て財団が債権者代位権、つまり債権者が持っている権利を代わって行使できる権利を取得したと判断。まあ、もうちょっと丸く表現すると、日本の代わりに財団がお支払いしました、これで一件落着ですよと。ただしここから本文また戻りますよ。こうした内容は謝罪をしていない日本政府に免罪符を与えると。そういう可能性があるとの理由で市民団体が強く反発しており、論争を呼びそうだと。また少し飛ばしましてね。で、続きですが、ムン・ヒさんは同法案を提案した理由について、1998年、当時、キム・デジュン大統領と小渕恵三首相が発表した日韓共同宣言を取り上げ、その、宣言の中で日本政府の反省、謝罪の意を再確認し、これに基づき悪化の一途をたどっている日韓両国の関係が過去を直視すると同時に未来志向に進むよう立法的な解決策として法案提案すると明らかにした。ここでムンヒさんが言ってるのは、日韓共同宣言に立ち返ろうということなんですよね。で、ここに出てきた日韓共同宣言ってそもそも何ぞやっていう話なんですけども、日韓両国の外交文書に初めて歴史問題に触れられた宣言文書になっておりまして、植民地支配に対して痛切な反省と心からのお詫びという言葉がここに入っています。で、さらに言うと、2002年日韓ワールドカップの共同開催、このね、共同開催をしましょうというものも、ね、この日韓共同宣言に含まれているんです。僕、笹谷はですね、韓国と中国の取説の動画、出しましたよね。この前アップしましたけども、あの中で、日韓ワールドカップの主犯扱いにされている広告代理店、電通ね、彼らが暗躍したのは間違いないんだけれども、それは事実なんだけれども、されど、電通はね、この仕事をまとめただけなんですよ。日韓共同宣言に基づいて仕事をまとめただけ。つまりね、やっぱり、電通というのはね、エージェントの一つでしかないんですよ。本当の黒幕は実は小渕恵三ほか、当時の自民党議員ですよ。そしてその取り巻きね。で、さらに言うと、優しく接すればいずれ分かってくれると思っていた当時の日本の大人たちなんです。だから、最近の若いやつは物を知らんとか、そういうご老人がいますけどね。ラサール石井とかラサール石井とかラサール石井ですけども。でも本当に物を知らないのはあなたかもしれませんよって話です。
ちょっとね、話脱線しましたけどね。じゃあ少し飛ばしまして、ただ、ムン・ヒさんは同法案の発議に賛同するよう呼びかけているが、裁判請求権の放棄などに対する市民の反発は強く、発議に参加するかどうか熟慮している議員もいるようだ。被害者である韓国企業や国民からも寄付を募ることや、自発的な募金のため強制徴用を行った日本企業が参加しなくても特別制裁方法がないことも問題視されている。で、記事の結びになりますけども、議員の関係者は市民団体から発議に参加しないよう求める要請と圧力があり、発議に参加するかどうか悩んでいると述べました。はい、最後に出ましたが、ムンヒさんの落としどころね、これもう一回お話しします。自発的な募金のため強制徴用を行った日本企業が参加しなくても特別な制裁方法がない、これが韓国の今できる最大限の譲歩ということなんでしょうけれどもね。ただしこれには罠がありましてね、日本企業に対して賃金だとか募金の強制はしない、だけど自発的な行動を求める。で、こっから問題ね。日本企業のどこかが、先般企業と言われたどっか一社がですよ、在日韓国人をトップに据えたらどうなりますか？あるいは株を買われてね、重要な意思決定に影響を与えられたらどうなりますか？そこから先はありの一決からの風が吹けば桶屋が儲かる式な論法になってきますよ。どういうことかというと、日本企業が賠償に応じたからの、強制労働を認めたからの、日韓請求権協定の上書きからの、韓国大法院が再審議に乗り出すからの、賠償責任の無限ループという形でですね、これはね、罠である可能性があるので、案に乗ってはいけないっていうことなんです。ただまあ、こんな小難しい論法をね、分析してもしょうがなくて、実はね、ササヤン的なロジックで見ると全く必要ないんですよ、この小難しい話全部がね、全てが必要ないんです。そもそもね、これ設立する財団ってまた解散するかもしれないよね。だからまずはムンヒさんの提案とね、その財団が合法であるかどうか、お宅の大法院、韓国のね、最高裁判所で審議してほしいんです。大法院の判断ってのはね、絶対だって言ったのはお宅のね、ムンジェイン大統領ですからね。この問題ね、大法院の裁判長が実はトップで、その下にムンジェイン大統領、さらにその下にムンヒさん国会議長がいるわけなの。だからね、その提案だか草案なんだかよくわかんないんだけれどもさ、早くそれを地方裁判所に提出して合法か違法かね、判定してもらってくださいよ。そしたらさ、多分韓国の市民団体がざわついてね、それは違法だのなんだのってまたね、イチャモンつけてケチをつけ出しますから。で、そこを突破しても、その次は高等裁判所、そこでまた一悶着あって、でようやく最高裁の大法院ね。そうだな、足掛け3年くらいかかるかもしんないね、ムンヒさんのアイデアはね。それで OK になってから初めて日本に持ってきれるかな、それで日本がね、うんとうなずくかどうかは全く別の話なんだけどさ。要するにこの問題ってのは、韓国国内で国会議員とね、市民団体が無限ループで争ってねって、そういう話なんですよ。はい、ということで今日も小難しい話をさせていただきましたんでね、最後ぐらいは大笑いをして終わりにしましょうということで、謎かけをさせていただきます。では行きますよ。日韓議連とかけまして、1プラス1プラスアルファと解きます。その心は、虎と狸と川山よ。これ今年最高の出来じゃないですか、謎かけ。最高でしょ。何かと飲み会の多いシーズンですからね。隠し芸の一つとして皆さんね、謎かけに挑戦してみてください。今日のね、謎かけが面白かったよって人はね、チャンネル登録、いいねボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ササヤンでした。